ミュンヘン国際音楽コンクール、バイオリンで岡本誠二さん優勝ドイツ、ミュンヘンで行われている第70回ミュンヘン国際音楽コンクール、独公共放送 ARD 主催のバイオリン部門で12日、千葉県出身でドイツ在住の岡本誠二さん、27、写真、が優勝した。3人が出場した12日の本戦で、岡本さんはドイツの作曲家、ヒンデミットの、 バイオリン競争曲を地元の名門オーケストラ、バイエルン放送交響楽団と共に演奏、安定した技巧と卓越した解釈で聴衆を魅了した。岡本さんは東京芸術王を卒業後、ベルリンに留学して研鑽を積み、これまでにブイニャフスキ国際コンクール、ポーランドやエリザベート王妃国際音楽コンクール、ベルギーなどで入賞。 読売日本交響楽団など国内外のオーケストラと共演している。